い、こんばんは。2月7日の日曜日の夜でございます。平山茂と申します。どうも、元気ですか？皆さん、お元気してますか？私は元気ですよ。今日は休みでした。ずっと家に引きこもって、一歩も家には家じゃない外に出てないです。まあそんな日もいいんじゃないかなと思いながらね。でも大丈夫なんです。全然大丈夫。うん。そしてあなたも大丈夫。あなたも大丈夫。大丈夫。うん。それが言いたい。それが言いたいんだ、僕は。大丈夫だって。それが言いたい。うわっ。明日頑張りましょう。また明日ね。明日も頑張りましょう。大丈夫だからね。おやすみなさい。おやすみなさい。平山茂でした。大丈夫。